いやー、せーつなけいすけです。確か前回、まあこんな感じで3人が合流してジェットストリームアタックすることになりました。この後どうすればいい？こっちか？こっち行ったかったっけ？こっちだと、わーわーまだ迷路やし、なんかこれ変なおるし、ミジンコみたいな変なんか、カブトガニか、これはおるよ、こっちにも。何こいつ、喋れんの？喋れんのか。なんで穴がある？小さな穴だね。人が入れそうにないわ。なんかパッと見じゃ頑張ったら入れそうなぐらいの大きさやけど、そうでもないん。私ぐらいだったら入れるかしら。じゃあ行ってこれば。入ろや、入れや、おい。な、先生、こいつ入った方がいいよな。中何があるかちょっと確認しといた方がいいよな。ああ、入ってくれ。あ、こっち行き止まりやよ、みたいな。こっちか。花がたくさんあるんなんだろう。同じ？同じことやな。あ、ちょっと、今ちょっとなんか、先生出てきたんやけど、先生なんて言ったん？先生なんて言った？先生の方がつまずきそうだわ。ああ、つまずかないように気をつけてねって言うよったんやな。なんか先生の方がほんとつまずきそうなキャラクターやな。なんかさ、この名前合わせた女の子、ステラか。ステラの方が、なんか、大人っぽいっつうかさ。なんかあの穴だけなんか、形違うぞ。何あれ。あそこどうやったらいける？こっちか。こっち、こっちの穴がなんか、形とか色とか違うよ。こっち行けんのじゃって。こっちやな。で、こっちじゃ。あ、これは穴じゃないわ。もういろいろボケてきとる。俺ボケてきとる。もうグダグダ。こっちやろうか。もうグダグダ繰り返しておけ。もうなんかいろいろ疑心暗鬼になっとるよ。こっちやな。あ、これやな。穴は今のところあんま考えんでいいだろう。で、なんかおるで。セミみたいな変な気持ち悪いんがおるで。もしかしたらあれ、通称 G ってやつじゃない。とりあえずこっち行ってみたら、あそこはなんだろう。あ、G のところ行けんのかな。行けるな。こっから行ける。行ける。絶対なんかこいつ、問題出してくるやつやろ。なんかすごい大人っぽいような感じじゃん。あ、聞いてくれよ。俺は、雲。雲だったんこれ。雲なんこれ。え、雲これ。いや、雲に見えれへんわ。なんか羽がついとるように見えるもん。で、手8本とか10本だろ、雲って。そんなにないように見えるけど。まあいいや。雲なんだろ、雲なんだろ。セミみたいなんやけど、雲なんだろ。泣かんのだろ。オッケー。ぼーっとしてたら。足を取られちまった。アホちゃんお前。のこのことすっから出てくるけん。これじゃ歩けない。足を探そうにも無理だ。もげとんかよ。何お前さらっとグロいこと言いようなな。そんな設定いいやん。設定じゃないんやろうけどさ。もげてって。もげとんかよ。だから俺の代わりに探してくれ、来てくれよ。そりゃそうなるわ。沈黙なるわ。何お前、自分の足を探してきてくれよって、そういう辛い目に合わせてくるんやねん。おい、反応はなしか。でっかい方も何か考え事してるようだしさ。そこの少年、頼んだぞ。じゃないと食っちまうぞ。壊れそうじゃないな。食っちまうぞ言われてもさ、別になんか食われそうな喜劇感ないよな、これ。あれん？あの虫、何を言ってた？ああ、アレンジにしか聞こえんのか、今の声。そう、足ね。命乞いする立場だと思うけど、なんかパッと見はさ。私は何もしないわよ。全部、アレンがやって。お前な。お前なんか手伝えや、なんか手伝えや。じゃないと、
私はあなたをトーストにして食べちゃうから、お前もそっちの立場の人間か、お前は。なんだこの不条理なん。そんな不条理なことするんだったら、クモの気持ちとか分かってあげよう。分かりたくないけどさ。アッシー、もしかして穴の中に落ちたとか、そういう感じのこと。穴の中で落ちたんだったら、なんでこんなすごい遠くのとこまで来とんだって話やん。なんかようわからんなこれ。まあいいや、多分穴の中にあるんだろうな。じゃないとこの穴の存在意義っていうんかわからんし、てかどこどこ歩くっていうのが先からようわからんのやけど、何なのこれ。いや別に、まあとりあえず置いとこうぐらいの感じなんかな。こいつ何、虫なんだろうな。もういや。そんな虫にこだわらんでいいやん。埋まってる、よっしゃ、これが足だろう。よっしゃ、謎の足。虫の足？やめて、近づけないでちょうだい。私、虫嫌いなの。お前、さっき俺のことをトーストにして食ってやるぞみたいなこと言おうたくせに、何や言うんじゃ、反抗じゃ反抗。やられたらやり返す、倍返しだ。アレン、綺麗な顔してるけど、やっぱり中身は男の子ね。もうそうやけど、別に俺綺麗な顔しとるって自覚ないもん。そういう綺麗な顔しとるけんって、綺麗な言葉喋るっていう、そういうさ、見た目見かけによらず精神なしっていうのはなんかな、個性的になんかな。あ、ここない。あー、全部の穴にそれぞれあるわけじゃないんやな。ここは、あ、ここもない。てか、足なん、ほんなん。雲って確か、普通は8本とか10本とかあるもんやけど、全部が、全部もげたとは限らんし。というか、ぶっちゃけ、もうこれ以上ないかもしれんしやな。ないんかな？ 1 本だけもげたん。1本ぐらいだったら8本あったうちの1本だろ。それぐらいだったら別に動けそうな、歩けそうな気もするんやけどな。クモの構造上というか、足の数的にさ、一応、持って行ってみようか。もっとよこせみたいなこと言ったら、とりあえずまたよこしに来るんか。めんどくさいな。何がめんどくさいかって、この迷路やな。俺の足、ありがたい。早いとこつけてくれないか。そこまでやらなあかんの。俺、動物相手のさ、オペとかやったことないよ。そんなんブラックジャックでもやらんけん。いいか、足の数を間違えようないようにつけてくれ。はい？間違えたら俺は腹が減ってるからな。空気や、お前。てめえを食ってやるさ、やっぱりか。怒りっぽいな、お前。クモの足は8本やで。おう、いい感じだ。4本とか6本とかつけようとしやがったら、マジで食っちまうところだった。8本、足全部いっぺんに見つけたって感じだったんやな、さっきの。で、その全部を持ってきて、8本つけろ、ちゃんとって。いや、全部つけたら8本になるんちゃう、それ。4本とか6本とか別にいいだろ。まあいいや。そうだな。お礼に秘密の場所を教えてあげるさ。秘密の場所。クモの秘密の場所ってなんなん？なんか虫の楽園的な、そんなんがあるん？行きたくないな。そんなところ行きたくないな。場所を教えてくれたって行きたくないな。目、閉じろ。あ、そういうタイプなん。そういう、どこの場所、道のりまでは匿名っていうか、秘密なんやな。企業秘密的なんがあるんやな。あの虫、なんて？そう。ふーん。やだわ。くらいの。私嫌いなの。いや、俺もやし。てか、行きたくないし、俺やって。襲ってくる可能性もあるしね。気性が荒い性格のようだし。そうや、荒すぎにも程があるだろ。何々しないとお前を食っちまうぞとか。なんだってんだ、さっきは喋らなかったくせに。いいから閉じろ。
早く閉じろ閉じろ閉じろ。ここは彼の言う通りにしておこう。ふん。ああ、まったく、お前は素直で大変助かるぜ。アレンは素直に閉じたんじゃな。そのまま深呼吸だ。何個こ。もうちょいなんか活気のあるところかなと思ったら、ここはただし入り口なだけなんか。ああ、活気ないわ。入り口すぎても活気なかったわ。少し疲れたわ。休んでもいい？別にいいけどさ。ここは一体どこなの？秘密の部屋って言おったな。おいの予想じゃ虫のカーニバルとかやってそうだったのに。やってないな。そういうところが虫一匹も見えんけど。ただ一人の隠れ家だとかそういうタイプだったんだろうかな。夢だと思ってたわ。でも違う。知ってる場所、でもこんな場所知らない。歩きつけられるし。ここは広いからね。迷ってしまいそうだ。これ以上進むのが苦なら君たちはここにいればいい。先生どうするの？先生は。先生は行くんでしょ？なぜ？なぜ先生は一人で行きたがるの？あ、お前、俺も聞きたかったわ。なんで先生は先生らしく行きたがるん？そういう行きたがりってさ、なんか嫌われるよ。あまり人に知られたくない。巻き込んでしまいたくない。僕はずっとそうだよ。そう、ずっと不幸な顔してるわ。先生もアレンもみんなも。俺もかよ。アレンは自分が一番不幸だと思う？そんなもう質問してくる？てかいつもそうじゃないかもっていう脳の答えがないんやけど、わからないしだろ。感じることも忘れてしまったの？そんなことはないんやけどさ、なんとなくわからないにしてみたかったんです。あなたはそれを不幸だと感じることもできなくなったのかしら。なんか俺下に見られてる。めっちゃ下に見られてるで。なんか気に食わんぞこれ。先生の考えだけど、幸せも不幸も人と比べるものじゃない。ああ、いいこと言うな先生。やっぱ先生だったわ。教訓教えてくれよ。俺はどちらも自分が進む道のただの障害物なんだからね。いいこと言う。幸せも障害なの？それなら人は何を求めて生きているの？先生の言葉は難しいわ。自分が大人だからってあまりよ。先生っていくつなんこれ。結構いいこと言うけどさ、うん、若いよこれ。見た目的に大人っていう見た目でもなさそうなくらい。答えを知ること、それが大人になるということさ。先生は答えを知らない。だから先生は子供さ。こんな大きなちんぷんかんぷんな子供、私は初めて見たわ。はは、ステラ君は厳しいな。もう大丈夫よ。次行きましょう。わからないこと、わからないけど進めば、私がずっと悩んできたことを知ることができる気がするの。おう、そうか。なぜあなたたちが生きているのに死んでいるように感じるのか。それはお前のさじ加減じゃない。誰がおかしいとかじゃなくて、お前のさじ加減じゃないよそれ。そんなもん逆さんでもいいやろ。気のせいってことにしとけばいいやろ。あ、テトリスのやつおるな。あっ、あっ、やめろ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 。何へここ、ゴキブリおるんかよ。ちゃんと掃除しろよ。あ、なんこれ、なんでここでひび割れとんだろう。ああ、また迷路や。こっち行きたらないわ。あれあれ、あー、戻れる戻れる。こっちは、ああ、こっちの方がなんか行きやすそうやな。ちょっとだけ行ってみようか。あ、なにこれ。めっちゃくちゃやん。
何もないんこれ。何もないわ。何か一つぐらいあってもいいだろうにってぐらいの広さで何もない。なんなんここ。秘密の場所に選んでおくような場所じゃないよな、これ。てか、どっから出るんこれ。あ、ここか。こっちか。あー、このまためんどくさいところ。めんどくさいような迷路。この先に何かあると私は見ました。でも、キョンってなんだ。今回って言おうとして、キョンって言った。今回はこの辺で時間が押してますので、というわけで次回楽しみにこの迷路で俺があたふたしているところを見てくださいよ、もう。というわけで、まあ、週上げ。